ファイアエンブレム風化雪月について僕が最も気になっていたのは SRPG としてどのように進化しているかだ。トレーラーで見た戦闘画面は臨場感が増し、ヒーローたちが大きな舞台を連れ歩いていた。アニメーションは過去作よりも細かくなり、そんな全てが壮大なスケールを匂わせていた。フィールドの見た目はそれこそトータルウォーシリーズやプレイステーション2のあの懐かしい決戦を彷彿とさせるものがあった。しかし風化雪月の第5章までプレイして、他のストラテジーゲームよりも本作をペルソナと比較してしまう自分がいた。これは意外だった。風化雪月は不思議な過去を持つ傭兵の主人公が自分の運命を切り開いていくといういかにも FE らしい物語としてスタートする。主人公の頭の中には魔法の少女が住み着いていて、まあもう何度も聞いたような話だよね。しかしそこで主人公はガルグマク大修道院の士官学校の教師に任命される。比較的に平和な3つの勢力が存在する大陸の中央に位置する士官学校には各国の学級があり、それぞれ長所と短所がある。プレイヤーはどの学級の担任になるのかを選び、そこからは生徒たちに武の道を教え、彼らを導いていく。ここからは面白くなる。昔ながらの FE のバトルとして進行するメインミッションの間は学校生活を送り、カレンダーには様々な任務やイベントに生徒たちの誕生日まで記されている。僕は現在本作を9時間ほどプレイしているが、バトルよりもその間の活動に費やした時間の方が長い。やることがたくさんあるからだ。プレイヤーは毎週気になる生徒に個別指導を行ったり、グループで課題に取り組ませることで絆を育ませたり、各々の学習目標を設定したりすることになる。休日は散策したり、依頼を受けたり、温室で野菜を栽培したり、釣りをしたり、料理をしたり、お茶会を楽しんだりなど、本当に様々な活動が楽しめる。特別講師を招いてセミナーを開催したり、実戦へ出撃してレベルを上げるような実用的なこともできる。主人公の行動力は数値化されており、特定の施設を利用したり行動したりすると消費されていく。時間は常に有限で、生徒たちの能力や絆をどのように成長させるのかはプレイヤーに委ねられ、どこを優先したいのかを考えなければならない。FE におけるレベル上げやクラスチェンジの過程を新しい形で盛り込んでいることは間違いない。近年の FE はキャラクターの成長やヒーロー同士の絆に焦点を置くようになり、そういう意味でも相性がいい。各学級には8人の生徒があり、その大半を自分のパーティーへ誘うことができ、例えば他の学級の生徒をスカウトできる。これだけたくさんのキャラクター同士のインタラクションをプレイヤーの好きなように成立させられるデザインとシナリオライティングは異形のように感じる。ペルソナシリーズと似た構造は間違いなく実現されているが、同程度に洗練されているのかどうかは少し疑問が残った。ペルソナ5で会話やイベントが発生すると、基本的にその時期やシチュエーションにぴったり合ったものになっており、それがリアリティを作り出している。風化雪月は単純に槍のスキルを強化するならこれといった実用的な選択肢に陥りがちだ。生徒たちをどのように強化するか管理するゲームプレイはとても楽しく感じたが、一部のプレイヤーは面倒になるのかもしれない。バトル以外の活動はスキップすることも可能だが、スキップをしてしまうくらいなら最初からこのゲームに向いていないのかもしれない。バトルは相変わらずよくできている。緊張感たっぷりで戦略性の高いバトルシステムになっており、敵のユニットはすぐにプレイヤーのヒーローを囲んでは殺しにかかる。プレイヤーは様々な武器や特殊能力を念頭に置いてパーティーの指示を与え、バトルの流れをコントロールしようとする。シリーズをプレイしてきた人にとってはすぐに馴染めるものになっているだろう。一つ大きな新要素は行動を3ターンまで巻き戻す機能が搭載されたことだろう。これがあればヒーローたちにロスト概念がないカジュアルモードを選ばずともクラシックモードで頑張れそうだし、様々な攻撃パターンを試せる。テレビモードでプレイすると風化雪月ははっきり言って見にくいゲームである。携帯モードでプレイすると少しマシに感じるが、それでも特に環境はあんまり美しくない。しかし本作では表現形式が過去作から進化している。戦場のフィールドはより自然に表現され、マスはキャラクターを動かしている時にしか表示されない。ズームイン機能があり、ヒーローたちが舞台と共に戦っている姿を近くで見守れる。僕は戦場を何度も近くから眺め、 FE の新しい臨場感を楽しんでいる自分がいた。バトル中カメラはさらに近いアングルになり、攻撃のアニメーションを寄った視点から見られるようになっている。しかしアニメーションの種類はあまり豊富ではなく、必殺技でさえ使い回しがあるのは残念だった。ペルソナシリーズと似たゲームプレイを取り入れたことは現時点では良いことでもあり悪いことでもあるように感じている。 FE が新しいことをやろうとしていることは興奮するけど、そうすることでハードルを上げてしまった部分も少なからずある。
FE はプレーを始めてから十数時間後にその内容がいきなり激しく変わる前例も多いし、ペルソナのような学園生活も飽きる前に違う何かに変わるのかもしれない。そこから何が起こるのかはまだ誰にもわからないが、士官学校の生徒たちと同じように FE も何かを学ぼうとしているように見えたのだ。JRPG というジャンルの中でも特に優秀な教師から学ぼうとしている点も評価に値するだろう。